はいどうも、ジョジョンです。今日はですね、10月入ったということで、うちのチャンネルでは恒例のオフトレ企画に入ってきます。正直サブチャンネルの投稿頻度がめちゃめちゃ上がるオフシーズンなんですけど、地味な練習が続いて結構飽きるような内容が多いと思うんですけど、やっぱり守備のバランス整えたり引き出し増やしたりっていうので、毎年オフトレは地味な練習がサブチャンでは続いております。で、今日メイン何するかっていうとですね、今日2種類やりたいことがありまして、ちょっと何かの SNS で見たんですけど、この股割りの両手取りとシングル取り、どっちかというと日本は昔からこう割って取るみたいなのが多くて、で結構海外は片手で取って投げるっていうのがあるんですけど、やっぱりそれは、日本人の肩の MLB 選手とかに比べるとやっぱり日本人のが劣るっていうので、やっぱり持ち替えを早くして投げるスタイルと、メジャーリーガーみたいに取ってしまえば、肩が強いんで、多少この持ち替えがゆっくりでもピシッと投げれるっていう2種類があると思うんですけど、でもやっぱり守備やる上では両方持ってて絶対いいので、その股割り捕球とシングル捕球、五分五分で練習すべきかなと自分は思ってて、全部肩にはめて取るのは無理なんで、守備絶対今日その2種類でどうかっていうのを見ていきます。結構世代によってその教え方が違うので、コーチによって違うと思うんですけど、指導者によって、今日両方やりながら、ここはこうっていうのを簡単に進めてきたらなと思います。やっていきましょう。もともとずっとセカンド、中学1年生からセカンドになって、もちろん肩がそんなに強いわけじゃなく、スピードタイプだったんで、持ち替えを早くしたい、早く右手に持ってきたいっていうので、昔は結構当て取りをもうずっとやってる感じでしたね。なるべく早く持ち替えるっていうので、中学生の時とかはもうこうやってあんま掴まないで、練習中はなるべく、スラッカー使ってたんですけど、なるべく当てるっていう感じでやってました。こっちにあった方が、右手に早く持ち替えた方がスローイングが早いので、練習からやろうっていう感じですよね。キャッチボールからやろうって感じで、なるべく持ち替えてから投げるっていう練習をしてました。で、今日使っていくのが10月下旬販売スタートの当て休み型5ミリアップのキャラメルコルクですね。これがで、H とワンピースがあります。10月末から販売スタートです。軟式仕様のキャラメルですね。ただ、いろんなショップで言ってますけど、個体差がやっぱあるんですよね、革の中で。で、今回のこのキャラメルシリーズが軟式仕様なんですけど、ちょっと硬く感じたんですよ、気持ち。これまでの軟式仕様のキャラメルに比べると、なんかそれを今回感じました。これお店に行ったらぜひ見てほしいですね。ちなみに GS をいつも買ってくださってるホッシーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今喋った通りなんですけど、軟式仕様のキャラメル、今回のやつ、今日初仕様なんですよ。ホッシーさんも軟式仕様と公式オーダーしてもらってるじゃないですか。なんかどうですか、率直な感想は。もう公式って最初思いましたね、大井さんに言われるまでは。自分聞いちゃって、公式ですかこれって話をして、軟式って話をされたんで、それぐらいやっぱ硬いんだなっていう感じですね。なんか、キャラメル自体が結構柔らかいじゃないですか。はい、張ってるっていう。張ってますよね。補給面は本当にピタッとこう張ってて、大井さんの片付けで本当に曲げる、動かすところだけしか動かないっていう印象がありますね。あとは単純に色が、今回の革は薄めな。あ、なるほど。それも感じました、はい、感じました。薄めな感じですかね。自分の好きな色ですね。なるほどですね。わ、かりました。ちょっとじゃあ、個体差が出てくるってことなんで、ぜひ皆さんもお店に行ったらはめてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今からじゃあ2種類受けていくんですけど、これぶっちゃけ 4,5 年前の自分だったら結構割る派の人だったんですよね。しっかり割って取ろうみたいな。けどここ 1,2 年でその両方使うってスキルを身につけたんで、多分今自然に受けたら両方使っちゃうと思うんですよ、割る系とシングルでこう砂漠系を。なので今回は縛ります。割れ指示とシングル指示を2種類やるんで、そこで喋っていきます。多分普通に何も考えず受けたら自分両方使いたがるんで、体があえて今回縛ります。まずじゃあ割りから。お願いします。はい、この打球もですね、今の補給スタイルだったらシングルでいってるかなっていう、ちょっとこう無理やり足を持っていってるというか、ちょっとぎこちなさがあるかなと思います。でも昔は普通にこれでした。今のも通常だったらシングルでいってますね。
ちょっと今見てもらって感じた方いるかもしれないんですけど、形を作りすぎて結構動きがぎこちなくなるんですよ、ね、コロコロのゴロ捕球とかだったら自分の間で入れると思うんですけど、まあ、軟式とか特にこう遊ぶボール、暴れるボールに対してこれで取ろうとすると合えば綺麗に合うんですけど、ちょっとやっぱりこう全部合わせに行くとぎこちなさが出ますね。割らなきゃ割らなきゃ精神だと。ここにちょっとシングル系というかこの幅を使ったシングルキャッチやっていきます。できないんで、割ろうとするとパッて反応はシングルで行こうと思ってた時の方ができますね。はい、はい、ちょっとこういう荒れやすいグラウンドだとこういう急な跳ねる時があるんで、その時にはこのシングルの方が対応はできますね。多分今の方がぎこちなさが消えたと思うんですよ、動画的に。あのシングルでいくっていうのはこのシングルでいくっていうよりかはこれもシングル、この空間もシングルと思ってるんで、パッて待って、あ合わないな飛行、パッて待って、あ出なきゃだ出ようの横幅がこっからここまで使えるんですよね。右置きました、あ前だと、あ、引こう、これだけ使えるんですよ。けど割ろう割ろうだとあまり前後が使えなくて、形は綺麗に見えるんですけど合わないとこういうイレギュラー、こういうエラーが起きるかなっていう感じです。なので今自分はまずシングルで合わせに行って、あよし合う割ろうが多いっすね。シングルでまず入る準備で行ってから、まあ合えば割るみたいな、けど絶対シングル 100% ってわけではないっていう感じです。で最後いつもの意識でやります。はい、このプレイ結構まさにそれかなっていうので近いと思うんですけど、シングルで取ろうかな、あでもこれいけるな、両手で合わせようっていう感じですね。これが、まあ、一番今のスタイルかなっていう感じです、自分の中で。でノックと違って試合だと結構いろんな打球がありますので、これ結構逆パターンで割りに行って出たんですよね。割りに行ってシングル、まあ、結構試合だとそういうのも増えてくるかなといった感じです。はい、というわけで最近の守備スタイルご覧いただいたんですけど、今回自分が動画で紹介しましたこちらの GS の2024年10月半ば販売モデル、この前 YouTube ライブで結構片付けして12、14ぐらい終わらせたんですけど、自分が今回使用していたワンピースウェブの方とエイジウェブの方が10月半ばぐらいから GS の取扱店舗さんで販売開始となります。で全部片付けが終わって今日本部に送り返すんですけど、まあ大体こうイメージができるくらい、型のイメージができるくらいで全て仕上げてありますので、まあすぐ使えるっていうよりかは、あこうやって使うんだなっていうその動かし方、動き方を確かめれるような状態になってます。これ以外にも軟式仕様の外野、公式の外野とかも一気に納品しますので、ぜひチェックしてみてください。そんな感じでまた引き続き GS の商品とよろしくお願いします。それでは、キャノジョジョです。よいしょ。あなたのグラブに、潤いは足りてるだろうか？かさついて悲しい顔してないだろうか？そんなグラブに潤いを与える、保湿特化のグラブオイル。ゴリラスポーツ、グラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間、その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの小大2本セットを1名様にプレゼントします。
使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチに鬼つかみ型が売りたい、2年後に独立なんて難しい、ただ左様で帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。 No 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 My Life No No Noよっしゃ。